まずは副官さんを捕まえて、うん、情報欲しい。バルベチョスの難易度が確か3だったから、モホコヨが4。しばらくはトラブルのない平和な運転をしたいところだけど。あ、トラブル、トラブル。ああ、いや、逃げよう逃げよう。早速だもんな。クソが、いや、ヘリもなんでこんなタイミングでやってくるの。いや、まあ、もう。はい、逃げよう。うん、普通に地方に入っただけだっていうのに。あ、もう捕まえてるの。待って待って待って。ちょっと目の前にいたんだもん。もう早い。二人目のターゲットがいる。これもうここ用なくねみたいな。うん、あの資料あるじゃん。まあ資料はあってもなくてもいいけど、もらっちゃうけど。あ、いたいたいた。あんたね、三人目の敵だ。巡回レベルがまだ解けてないけど、武器ケースがある。あ、本当にラッキー。おっと、ちょっと待って、武器ケースがあるぞって喋ったはいいんだけど、どこにあるかわかんねえ。2階だわ。ああ、2階。はい、ここに武器ケースがあるぞ。本当にユニダット嫌になっちゃう。あ、これ、はい、先にサブマシンガン、マガジン。あ、マガジン、マジでいいな。これって MP7 に使わない。あ、つく。よっしゃ、行方不明者。ここのストーリー進める前にまず全ての武器の場所知りたいから、こっちの副官も捕まえよう。オッケー。まだ警報鳴ってるし。あ、てか ユニダットの歩兵こっち来てる。本当だ。いや、逃げよう逃げよう。やべえ、このさ、うん、すごい関係ないけど、ヘッドホンつけてるとメガネが食い込んでくっそいと。メガネかけないから知らんな。かけろ。やだ。苦しみを知れ。やだ。あれ仕様だから仕方ないよね。あー、仕様なんだ。あ、副官、あれ副官っていうか、本当に副官これ。何、資料あるだけじゃないのこれ、もしかして。マップには副官とあったんだけどな。あ、副官ですよ。いや、どうも。何かか武器。よっしゃ。ロクスジャス、わら、BHSB、わら、スミザムズ。いや、何かカルテルの噂を聞いてないか。NDSFXGZZMNZ。なした。2回聞けたんだけど、なんでだろう。マジかよ。バグだわ。SRSA。 ここは何があるんだ。砂とレーザーサイト。武器じゃん。あれ、レーザーサイトばっかり。あ、 MPX ね。今は不便ないから MP7 でいいけど、 MPX もいいんじゃねみたいな。うん、さて、じゃあどっから行こうかな。アルファにファストトラベルするか、まず。アルファ。アルファ。で、
で、まずパーツ取りに行こう。あそこ行くぞ。ビッグリーマーク2個動いてるけど。あ、本当だ。まあこれはそのうち、まあ捕まえれば。そう、安全運転で。SRS は BF4 に出てきた338マイナスレコンと同じですね。ああそうなのか。 SRS っていうさっきのスナイパーは BF4 にね、あの338リコンっていう SR があったんだけど、うん、それと同じやつらしい、うん、持ってるけど俺多分1時間もやってない。もっと遊べ。あれ、ああこれもしかして洞窟だ。洞窟、え、こんなとこに洞窟。ああ、あった、入り口あったわ。うん、敵の位置を今送る。これ洞窟なの。ターゲット排除。BICE は余計な名前変更するし。これドンパチやっていいやつ。あ、いいんじゃない。あ、ダイスが名前変えてるんだ。そうなんだ。これもうやっちゃう。ショス、いや、ショス、やべえ、これ機銃。いててててててて、当たった。はい、隙間からなんとか。おとりにしたな。随分と任せてくれたな。いいおとりだった。うわあ。ここに物資襲撃、救援物資を確保、反乱軍に位置を送っておく。支援アップ。次からは近場のバーのあたりに落としてもらえるように言っておいて。回収。輸送ヘリが飛んでるのが聞こえるな。この情報があれば反乱軍のために奪ってやれる。じゃあ早速。 M-416 なんか本当は HK-416 ですし。モホコへのコカイン貯蔵庫の情報が複数ある。あ、貯蔵庫の位置を特定して破壊し、モホコへの部署にプレッシャーをかけてもらいたい。うん、武器の名前の知識とか全くないから、デタラメの名前でもそれ実銃じゃんとか言っちゃいそう。しっかり捕まってろ。で、コカイン保管場所を破壊する。破壊じゃん、楽勝じゃん。ゴーストチームの本領発揮。おーっと、あ、これもしかしてまた洞窟。またかよ。っていうか、え、あっちはもしかして。輸送車両破壊するとポイント減るらしい。あ、知ってるか。あ、それは前聞きました。え、あのこっから見えるあれは、え、海、うん、海なのあれは。なのにしては白いけど。タンゴタン、待て、アップアップアップ、待て、偵察してないから。そうだ、偵察を忘れていた。偵察 OK。 あ、円弧か、あれ、あ、あの前方に見えてるのがやたらあの白いあれは潮の湖、円弧だそうで。あ、しょっぱそう。それは円弧だからね。あいつは終わりだ。これどんくらい中にいるんだ。あっと、あそこにいた。スナイパーを発見した。ちょっと待ってね。うん、これ入り口どこ。あ、ここだ。暗い。おっと、結構暗いね。おー、やべやべやべ、すごいところに降りちゃった。
円弧にソファーと花火のスイッチあるとか。へえ。あ、近い近い近い。暗。あいつ倒して大丈夫かな。いいんじゃない。アクトが一人減った。暗いよ。あと一人。おっ、なんか走ってくる。走ってくるけど逃げ場なんてないな。はい、こんにちは。尋問タイム。これじゃ割に合わねえ。話すよ。はい、ご苦労さん。施設の場所は分かった。普通に教えてくれたぞ。普通に教えてくれたぞって。普通に教えてくれ。あ、武器だ。ゲット C4 ぽいぽい C4 を設置した。C4 ね。はい、C4 ぽいぽい。爆破準備完了。はい、ぽいぽいぽい。このどうでもいいとこにも C4。 よしよしよし、下がって、キパク。撤収するぞ。はい、OK。 隠し場所も尽きるだろ。超簡単。隠し場所っていうかね、兵士が無能というか。ね、ちょっとスナイパーは HTI ばっかり使ってんだけど、ちょっとこのスナイパーはどんな感じだ。あー、命中精度が上がってダメージが下がるとなら HTI かな。うんん、これもうユニダット破壊専用だから。HTI はユニダット破壊専用。いや、燃えない場合の。さて、レーザーサイト取りに行こう。ああ、敵がいるのね。結構いる。二人目のターゲットだ。待って待って。はい、どうも。もう一回再開。警報をつけて。あ、警報ある。めんどくさ。ってことはこれからストーリー関連でここ来ることになるかもしんないけど、まあいっか。ドローン飛行中。まあ敵グループが見える。偵察。反乱軍にエリアのターゲット発見。あいつで10人になる。ドローンを展開。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。敵をマークした。ん、たまになんか一瞬でドローン壊れるけど、何なんだ。敵に壊されてるんじゃない。車には警報がついてる。そらないか。ああ、EMP で壊しちゃうわ、警報。うん。お、タンゴダウン。あ、ギリギリ届いてない。どうなってんだ。いや、破壊できる。幽霊は夜のカイマネスの焚き火している湖の近くに出るそうです。おお、あ、ナイスだかな。このゴーストリコンの世界でね、幽霊はね、夜のカイマネスの焚き火している湖の近く出てるらしいけど、はい、多分まだ行ったことない場所だと思うわ。まあ聞いたことないよな。待ってね、あっちの監視塔にも。敵は終わりだ。どっ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 。おほ、セフセフ。ちょっと監視塔のやつ倒したい。近づくと消えるらしいので、ドローンで観察するのがいいらしいです。あ、近づくと消えるんだ。え、モノホンのゴーストじゃん。へへ。あ、待って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 、3人組がこっちに来てる。本当だ。え、待って待って待って、こっち来んの、こっち来んの。はははやべ、めっちゃガチムチだ。ちょっとさ、戦闘のやつお願いできる。うん、OK、撃つわ。3、2、1。ちょっと危ない。バレかけてる。近くには情報もあります。あ、情報もあるんだ。え、そのゴーストが出るというのはもしかしてこの地方だったりする。円弧があるし、湖で。
一人減った。こっち倒すわ。オッケー。円弧ではないですね。ああ、円弧ではないんだ。ああ、まだ一人サーチできてない。うん、建物の中だわ。こっちやるわ。よし、倒した。よし。ああ、スナイパーそれサプレッサーつけてるんだよね。うん。待て、武器ケースがあるぞ。あれ、この敵どこだ。上。待った、登り方がわからない。あのヘリどこのヘリ。あ、オイルじゃん。あれと撃ち落とすの。あれ、もしかしてあのヘリがオイルだった。多分そうだと思うね。奪いようないじゃん。あ、いたわ、オイル車両。オイル車両行っちゃった。いたわ、今。あ、なんだ、あれが護衛ヘリ。あれ護衛ヘリだわ。あ、すげえ、猛スピードで行っちゃった。あら、つうか、この武器ケース超取りたいね。あ、こっちこっちこっち。そこかよ。え、こんな建物、こんな変わった形の建物あったっけ。うん。で、なんだこの、この王冠マークというか、車か。この車マークは何？ん？何これ？かっこいい。俺が運転する。ああ、これ昨日も乗ってたね。あれ、乗ったはいいけど、マークがついてるだけか、これ。じゃあストーリー行こう。こっちは、あ、こっちも破壊だわ。コカイン。またかよ。行くぜ。貯蔵庫の位置を特定して破壊し。ああ、もうボコボコ。いや、早い早い。ボコボコっていうのは動かなくなるときだから。いや、でも早いこれ。難しい操作が。ユニダットがいる。事故。いや、この車でここは無理だろう。まあオフロードでも。ユリとポリトと同じ車かな。そうだね、これユリとポリト、懐かしいな。ユリとポリトの頃と同じような車。まあ、それは難しい。おお、ここだ。なんだこの鮮やかな畑は。コカインなわけない。あ、これ、これコカイン栽培畑？敵グループが見える。かもしんない。二人目のターゲットは。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼んだ。偵察 OK。あ、めっちゃいる。機銃を確認。ちょっと警報探そう。うん。警報あった。やつらの発電機があるぞ。あと発電機あったわ。ちょっと裏回って発電機壊しに行こうかな。15人になった。まあいいや、警報壊したわ。切ったぞ。オッケー。コカイン畑かこんにゃく畑かな。コカイン畑かこんにゃく畑かな。うん、ちょっとまだ警報あるかもしれないから。おい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 。あいつは終わりだ。セーフ。セーフ。どのぐらい弾が落ちるかわかんない。お？待って、全員警戒し始めたよ。嘘でしょ。待て待て、電源届くかな。まだ警報あるかもしれない。オッケー。ギリギリ届かない。もうちょっと接近して。あかん。
あ、危ない危ない危ない。あ、で、電源破壊しておきたい。みんな見つかったの？いや、俺は見つかってない。電源破壊。もう念のためにね。よし。危な。これで護衛は呼べないでしょ。どうなってんだ。お前岩越しに千里眼かよ。よし、カルテル何でもありだから。はあ、あと3人、もう一人いるわ。なんかある。敵一人車乗って逃亡した。で MP7 威力弱いな。ステルス時は一発だけど。ドローン展開。あ、いたいたいた。ん、あれ違う。あ、いたいたいた。あ、ドローン壊された。あらま、やっぱ破壊するんだわこの人たち。そうなんだな。気を取られてる間に、うん、OK。 え、あ、横横見てなかった。いや、待って待って待って。あ、倒した。起きろ、ハマキ男。分かったから。助かった。こんにちは。はい、こんにちは。ローンサバイバーごっこできないのかな、これ。あとこの二人。初見です。はい、初見さんどうも。当たんない。あー、反乱軍がいった。頑張れ反乱軍。よし。で、ちょっと先にで、こっちを回収。この武器は武器ケースだ。お、武器、普通に武器だ。 MPX。 あ、 MPX ね。まあ MP7 でいっかな。お、爆破準備できた。C4 ぽいぽい。あとは焼いちゃって。友好関係が深まるはずだ。また王冠マークのやつある。爆破準備完了。ほっ、 C4 設置完了。待って、反乱軍がさ近づいてってんだけど。ちょっと人生に疲れたみたいに。ああ、ちょっとそこ避けてくんないかな。爆発しちゃうよ。何その謝罪は。起爆しろ。ちょっともうちょっと。ああ、くそ、いくら片付けても湧いてる。ひどい。俺はちゃんと屈伸して知らせたから。ああ、まだ別の反乱兵まで。よし。で、コカインを焼いてんのはいいんだけどさ、うん、あの、ここにいる人がまだ判明してないんだよね。ほう。まあ、いっか。一旦ファストトラベル、アルファ。